私は奏、妊活中の平凡な専業主婦。おい、飯まだかよ。はい、今持っていきます。彼は夫のバカラ、仕事は優秀だけど家庭では横柄な俺様タイプ。ちっ、落ちせんだよノルム、いつまで待たせんだよ。ごめんなさい、もう少し待ってて。子供ができればバカラもきっと結婚当初のように優しい夫に戻るはず。私はそう信じて彼に尽くしていた。お待たせしました。お客さんぷんに。バナデ、出てこい。はい、どちら様でしょうか。私よ、早く開けてちょうだい。お母様。はい、すぐ行きます。出迎えくらいもっとスピーディーにしなさい。どんくさいわね。すみません。バカラ、ママが様子を見に来てあげたわよ。おい袋、なんだよ、来るって分かってたら出前取っておいたのに。気にしないでバカラ、事前に教えていても奏さんにおもてなしはできないでしょ。ほら、ボサッとしてないで私の分も食事を用意しなさい。はい、お母様。ま、なにこの味噌汁、味が濃すぎるじゃない。ごめんなさい。こんな塩分の多い料理ばかり食べさせてバカラを病気にさせるつもりな。なんだと、わざとまずい飯を食わせてやがったのかてめえ。違います、そんなつもりじゃ。バカラは薄味が好きなのよ。嫁のくせにそんなこともわからないの。ごめんなさい。もう結構よ、片付けてちょうだい。それで生活の方はどうなの。バカラさんにもお母様にもよくしていただいて不自由なく暮らせています。何言ってんの、そんなの当然でしょ。私はね、夜の生活のことを聞いてるのよ。結婚して2年になるっていうのに子供の一人もできないなんて。お母様は後継ぎを期待してる。子作りの重圧を感じながら夫婦生活を続けてるけど一向に妊娠できない。すみません。何その顔、子供も産めない嫁は不要なのよ、この役立たず。次に来る時にはもう少しマシなおもてなしを期待しているわよ。お袋、送ってってやるぜ。まあ、どこぞの不妊症嫁と違ってあなたは気の利く息子ね。当たり前だろ、人間としての出来が違うんだからね。その晩、急に吐き気がする。37度、胸がムカついて気持ち悪い。これってまさか、やっぱりこの症状って妊娠の初期症状と同じだ。検査するプンに。神様、お願い、やった、子供ができてる、よかった。翌朝。おい、とっとと朝飯用意しろよ、かなで。私、妊娠したの。え？妊娠したよ、バカラ。マジかよ、やったじゃん、ついに俺の子ができたのか。でかしたな、かなで。本当によかった。早速親族連中に報告するぞ、これでお袋も大喜びだ。きっとこれからは家族みんなで幸せな生活が送れるよね。かなでさん、たくさん食べなさい、今日はお祝いだから奮発よ。こんなに豪華な料理いいんですか。遠慮すんじゃねえよ、腹の中の子供の分も食ってやらねえと。そうよ、大切な家族じゃない、遠慮しなくていいのよ。はい、私家族として認めてもらえたんだ。可愛い子供のために栄養つけるのよ。男の子かしら、女の子かしら。数日後、産婦人科プンに。誠に残念なのですが、今回は妊娠が確認できませんでした。妊娠検査薬の誤反応でしょう。ごく稀に排卵日の前後で陽性が出るケースがあるんです。嘘、嘘よ、そんなの。お願いします、もう一度検査してください。落ち着いてください、妊娠の症状ちゃんとあったんです。妊娠への過度な期待やストレスでホルモンバランスが崩れたんでしょう。創造妊娠ですね。創造妊娠、そんな。さあ待合室に戻りましょう。結果どうだった。
赤ん坊の性別はまだわからねえんだよな。おい、ぼーっとすんなよ。どうした？知らなかった。ん？私、知らなかった。お前、今なんつった？想像妊娠だと？ふざけんじゃねえ！俺に恥をかかせやがって！ごめんなさい。お母様？あんたにお母様と呼ばれる筋合いはないわ。あんたのおかげで一族中の笑い者よ。てめえみたいな妄想癖のある女と一緒にいられるかってんだ。離婚しなさい、バカラ。もっと若くていい令嬢おじい様に紹介していただくわ。離婚だなんて。それじゃあ私これからどうすれば。子供も産めねえ女はこのバカラ様の嫁にはふさわしくねえんだ。二度と私たちの前に現れないで、この疫病神。幸せな家庭が築けると思った矢先、私は何もかもを失ってしまった。3ヶ月経過したぷんに。それから私は田舎町へ引っ越して一人暮らしを始めた。仕事に打ち込み、過去を忘れるために。かなで、お疲れ様。アルト君、お疲れ様。彼は同僚のアルト君。仕事ぶりが丁寧で気配り上手だから職場では憧れの存在。すごく頼りになるんだ。差し入れいいの？いつも遅くまで頑張ってるから、俺からのご褒美。ありがとう。アルト君って本当に優しい人だな。今日仕事終わりに食事でもどうかな。え、私と？ああ、給料日前だから近所のラーメン屋か居酒屋になっちゃうけどさ。私でいいなら喜んで。それじゃ、就業後に駅前で。うん。デートを重ねるうち、私はアルト君に惹かれ交際するようになった。かなで、俺と結婚してくれ。うん。俺はかなでとなら幸せな家庭を築けるって思ってる。アルト君、私もアルト君が好きだし二人で暮らしたい。子供も産めねえ女はこのバカラ様の嫁にはふさわしくねえんだ。二度と私たちの前に現れないで、この疫病神。もう二度とあんな辛い思いはしたくない。ごめんなさい、アルト君。私結婚はできない。どうして？俺のことが嫌か？アルト君は悪くないの。ごめんな。諦めるつもりはないよ。今すぐにとは言わない。俺は奏の気が変わるまでずっと待つから。アルト君、帰ろうか。送っていくよ。アルト君のプロポーズを断って1年、私たちの交際は続いていた。奏で、何？アルト君、あの時の指輪まだ持っていてくれていたの？俺の気持ちは1年経っても変わらない。かなで、俺と結婚してほしい。どうして？かなで、アルト君ならもっとふさわしい相手がいるよ。俺が結婚したいと思うのはかなでだけだ。お前の本当の気持ちを聞かせてくれ。本当の気持ち？俺を愛しているか？うん、愛してる。俺は奏を愛しているから一緒になりたい。アルト君の真剣な思いが伝わってくる。奏が一人で抱えている気持ち、俺に話してくれないか？うん。俺は奏の悩みや苦しみを解消する手助けをしたい。アルト君、お互い支え合いながら二人で生きていく。結婚ってそういうものだろ。泣くな。よしよし、落ち着いたか？ありがとう。アルト君とだったら幸
幸せな結婚ができるかもしれない。エルト君、1年前はプロポーズを断っちゃってごめんね。私、アルト君と結婚したい。本当か？はい。私をアルト君のお嫁さんにしてください。ああ、もちろんだ。うん。1年後っぽに。アルト君は子供欲しくない？言ったろ、俺は奏だから結婚した。子供ができてもできなくても関係ない。愛する人と抱き合うってこんなに幸せなことだったんだ。これってまさか鈴妊娠だと？ふざけんじゃねえ、俺に恥をかかせやがって。離婚しなさい。もうやめて。奏、どうした？大丈夫か？うん、ちょっと気持ち悪かったけど収まったみたい。最近微熱っぽくて体がだるいって言ってたよな。もしかして子供ができたんじゃないか？今日は休みだし一緒に産婦人科に行こう。でも、もしまた前みたいに想像妊娠だったら。俺がついてる、だから何も心配するな。エルト君。うん、分かった。先生、どうですか？おめでとうございます。奥様は妊娠1ヶ月ですね。え？嘘？本当ですか？やったな、からで俺たちの子供ができたんだぞ。エルト君、夢じゃない、夢。ああ、奏は自分は不妊症だと思い込んでただけなんだよ。それじゃあ私、お母さんになれるんだね。当たり前だろ、俺たちがこの子の親になるんだからな。アルト君、おめでとうございます。お大事になさってください。あれから5年、私たちは念願のマイホームを購入し、親子水入らず平穏で幸せな毎日を送っていた。今夜は春の好物のハンバーグにしようかな。全く、買い物に財布を忘れてくるなんて、どうしてそんなに抜けてるのよ。むちむちうっせえね、クソババ。もう、親に向かってなんて口の利き方。そんな息子に育てた覚えはないわよ。え、あれはバカラ。どうしてあの二人がこんな田舎にいるの？再婚しても子宝に恵まれない上、裁判沙汰で離婚だなんて、嘆かわしいわ。またその話かよ。俺のせいじゃねっつーな。おじい様もカンカンよ。子供ができないのは息子のせいだって、私が責められたわ。投資も事業も失敗、息子は罰2の種なしなんて、どこで人生間違えたのかしら。2度目の結婚が失敗して悲しいってことは、やっぱり不妊は私のせいじゃなかったんだ。ママー、走ったらダメよ、転んじゃうからね。ハル、お父さんと手をつないでいこうか。うん、迎えに来たぞ、奏。奏だと？嘘。もう少しで買い物終わるから一緒に帰ろうね。ママ、今日の夕飯何？そのカゴの中を見るとハンバーグだろ。ピンポーン、さすがパパだね。あいつ、俺といた頃とはまるで別人じゃねえか。何よ、あんな素敵な旦那さんがいるなんて悔しい。店内で大声を出すのは他のお客さんの迷惑ですよ。はい。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。アルトです。少しでも面白いと思ってくれた人は高評価ボタンを押してくれたらすっげー嬉しいな。みんなは自分の子供欲しいと思う？よかったらコメント欄で教えてくれ。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくお願いします。 Twitter でファンアートも募集中。シャープソプラノ漫画のハッシュタグをつけて投稿してくれ。それじゃ、また次の動画で会おう。
最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。